サイコビルダーの形したヨーヨーが欲しい竜です。さあ本日なんですが、また KC ファースト突破環境外デッキシリーズやっていきましょう。今回はですね、ディスコードに投稿していただいたヤトさんというね、天才構築家が、作り出しました、サイキックデッキですね。サイキックデッキ、マックステレポーターデッキ、これね天才でした。使ってみたけど結構ワンキルできんね、環境デッキでもね。で、どうやってワンキル取っていくかっていうと、基本的にそのバックに弱いんでね、バックはこういったカードで挨拶していくとして、マックステレポーターってこれ皆さんご存知ですか？このモンスター特殊召喚できないんですけども、このカードが、表側表示でいる限り一度だけ2000ライフを払うことによってデッキからレベル3のサイキック属モンスターを2体特殊召喚できるんですよ。だから、チューナーと非チューナートラッカービルダーを出してくれると、これが非常に強い、この効果が。でですね、マックステレポーターの効果で出してきて、で、ブリューナクとか、コーラドラゴンとか、この辺を出していけば、相手の、モンスターをビルダーで破壊しながら、こう、ブリューナクとかコーラで除去してもいけると。いったギミックが入っていると。でね、3がいっぱいいるんで特殊召喚できるようにね、ウィルダーとかトラッカーは強いのと、あとポイントはこれかなと、デビルガイ、D マインドでデッキからデビル、これちなみに、このカードどういう効果を持ってるかというと、ヒーローモンスターが、存在しない場合に、デッキからレベル3、以下の D ヒーロー大人のついたモンスターを一体特殊召喚できるよっていう、効果なんで、これで、デビルガイをデッキから出してきて、で、エクシーズしたりシンクロしたりできる。さらにデビルガイの効果もちょっと強くて、表側攻撃表示に、でいる限り相手のフィールド上のモンスターをゲームから除外できるっていうね。だからめちゃくちゃやばいモンスターいっぱいいるじゃん今。対象には取れるけど、例えば、ホムラガミとかね、ああいうのとかもなんか結構一方的に除外できるんで結構強いんですよ。ただその代わりこの効果を発動すると自分は攻撃制限できないっていうね、ワンキルは取れなくなっちゃうんで、この効果の使いどころは考えて使っていくと。で、モンスターこれアドバンス召喚しなきゃいけないんで、マックステレポーターはだからモンスターがいないといけないんですよ。だから耐久できるようにまずウィンダね、ウィンダ初動セットエンドが強いから、ウィンダとか、あとこれゼンマインとか、この辺の硬いカードを置いといて、相手のワンキルは耐えていくみたいな感じのデッキになっていますと。で、最悪アドバンスの素材が残んなかった時のために迷宮作成にしてるっていう感じですね。これね、もともとスキルディスティニトロになってたんですけども、多分ね迷宮作成の方が多分強いと思う、多分ね。はい、というわけで早速ね、サイキッカーサイコメトラーエイジって知ってるみんな、サイコメトラー竜見せていきましょう。サイコメトラーエイジめっちゃおもろいから、ぜひ漫画読んで、みんなよかったらデュエルスタンバイ。さあお相手の方、つくも龍馬選手とアストラ龍ですね、よろしくお願いします。デュエル3倍。さあつくも龍馬、なるほど、龍一これは全マイン出しに行った方がいいか。あれ出たもんね、あれだと思うんだよね、ガガガだか、もしくはシラミーかなと思うんですけども、シラミーだったらワンキルねえからいいけど、ガガガだとちょっとワンキルあるんで、一回全マイン出しといてエンドしておきましょうか。これ多分ね、全マインはそこそこ硬いと思うんだけど、これ突破されたら知らん。全マイン突破するの結構大変じゃないですか。破壊効果を3回飛ばさないといけないんで、戦闘破壊と効果破壊2回飛ばさないといけないんで、言うて多分ね、こいつ硬いと思うんだよな。ドドドドロ、オッケー。ガガガだね。だからガガガデッキ。ガガガ、ドドド、ゴゴゴ。なんかさ、子供の歌、最近俺娘いるんですけど、今、1歳ぐらいの。めっちゃ懐かしい歌発見してさ、なんかムシムシガガガ、ムシガガガって歌してる。ムシムシガガガ、ムシガガガっていう。俺たちゃ働く虫歯建設株式会社って歌してます。あの歌俺久しぶりに聞いてさ、なんか子供用の歌みたいなのでめっちゃ感動した。これ懐かしいと思って、ちょ何の話してるか分かんなかった、すいません。ガガガボルト、OK、ガガガボルト、OK、虫歯、ボルトね、ボルト、打ってくるんだ。ってことはさ、これ破壊できるのかな。ゼンマイン効果でやって、これもしかしてこれイカれるやつですか。ズババ番長 GC のは特殊化されていくのはいいわ、それはいい、それはいい。シスター効果で6にしていく、あ、なるほど。カメラ、映画泥棒、もしくはあれ、剣ぶっ壊しマン、剣ぶっ壊しマン来るか、もしかして。あれさ、これ剣ぶっ壊し、剣ぶっ壊しマンか。剣ぶっ壊しマンってこれどうなるんだろう。これ機械族か。機械族宣言した場合って、破壊されない
破壊されなくなる。これ耐えるよねこれ。これ耐える、あれこれわからん、やべえ、ちょっとエクシーズ対面あんまりやってないから、環境にいないから、黒いカード使ってる人がこれどうなるの、これ破壊されない、これで、これデビルガイド破壊、あ、え、そうなるんですか、なるほど、あ、戦闘で破壊されてるかってこと、なるほどね。じゃあスキル発動して迷宮を作成していきましょう。タックデュエルしていこう。これマジタックデュエルじゃん、冷静に考えたら。これだって2人 VS 2人じゃん、タックデュエルだ、来た。でマックステレポーターの方がぞ2000ライフを支払って、デッキからレベル3のサイキック族モンスターを2体特殊召喚できるとかいうやべえほか、そして、レベル3のサイコトラッカーに、あー、なんでもいいな、これどれ出しても同じか、レベル3のサイコトラッカーにブルーナフ特殊、これでチューニングしてあるか、2900か、いけるわ、いけ、氷結界の竜ブルーナフをシンクロ召喚、サイコビルダーのモンスター効果、相手のソードブレイカーを破壊していく、来た来たわ、これ白いカードが最強だということを分からせてしまった男、対戦ありがとうございました。さあお相手の方、毎日ハードスプレー10本使ってるマンですね、よろしくお願いします。デュエル3倍 D マインズ、いやーこれ D マインズ、これまたあれかな、これ D マインズで全マインのパターンかですか、これむずいよなこれ、セットエンドでもいっか、死ななそう、なんか遊戯さん死ななそう、わかんないけど遊戯さんの場合あんまりなんか死ぬ要素ないと思うんだよな、これ30枚一緒、これ何デッキだろうねこれね、30枚多分ね、あんまり召喚獣とかいないんだよね、召喚獣とか多分いなくて、わかんねえや、なんだこれ、全くわかんねえけど、これじゃあマックステレポーターいくっしょ、マックステレポーターいく、召喚なんもないわ、なんだこれ、なんもない、逆に怖え、テンバースがやめて、あーでもこれ通ってるから違うか、でこうして、え、じゃあ勝ちだけど、そんなゲロ甘えセットカード、その分断だそっち系、結構ね攻撃反応系多いね、やっぱその最後もう今日、今11月の20日ですけど、20日の段階ではやっぱね、あのね、あんまり強いトラップ持ってないから、分断とはそっちが氷反応を持ってる人多いんで、これこういうことができるっていう。かわいそう。かわいそう。あははははは。かわいそう。さあ、お相手の方。ヘルカイザー亮。勝つとレベルアップか。いいだろう。絶対に阻止してやるぜ。勝つとレベルアップの相手と当たると燃えてくるよな。これどっちだろうね。サイバー流か月光か。さあ、月光画か。サイバードラゴンがどっちなんでしょうか。全然関係ない話だけどさ、あのポケモンやるとき、あの初期キャラクターは絶対水のポケモン選んじゃうんだけど、なんでだろうね、これ毎回水ポケモン選んじゃうんですよね、あれ。いつも炎、情熱の炎を選ぼうと思ってるんだけど、ウィンダー、まあ、ウィンダー強いんじゃないこれ、結構。ウィンダー、ノーシセットエンドでいい気がするけどな、これ。セット、あれ、オーバーフローだろ。で、エンド。打て、オーバーフローを。大体水属性モンスター、水属性モンスターじゃねえや、水属性モンスター、水タイプのあのポケモン選びがちっていう。草はちょっとやっぱなんかいまいちなんで、いつも水か炎かどっちかで迷って、今回ばっかりは炎ポケモン選ぶぞって思って意気込んでいくんだけど、大体水選んじゃうっていう。エボリューションバースト、やべえかだけな、エボリューションバーストで精霊術界ウィンダーの効果を発動していく。さあ破壊された場合、デッキから精霊術界ウィンダーを特殊召喚していく。さあウィンダ来るぞ、ウィンダからのウィンダってね、ウィンダもしも君がいつかオーバーフローを出会い放ってくるなら、俺はウィンダを守備表示で出して一生ペトルフィンで耐久、てウィンダー、え、どういうこと、サイバーティック、あ、なるほどね、あ、それであれか、サイバーロードフュージョン、あ、サーチね、あ、オッケーちゃうんかい、どういうことや、サイバーティックオーバーフローでサイバーティックオーバーフローサーチ、デッキ圧縮か、コートプリングすぎるだろ、決まりティックオーバー、え、これさ、え、これだってさ、え、これ、え、待って、なんかあんのこれ、なんかコンセントみたいなカードある、
コンセントあったら死ぬのか、死なないよな。あれメインかい、ウィンダー、これどういうこと、ちょ分からんけど、もうこうするよ普通に。ちょ分からんけど、あれオーバーフローでしょ、あれオーバーフローだと思うから。いやだってこれペットルビー抜けないよね普通に考えて。これどういうことなんだろう、マックステレポーターでもこれあれオーバーフローだから、いやこれ局所かなんか引いてたら勝ちなんだけど、ないのでどうしよっかな。これもう一回ウィンダーで自爆特攻しに行くのありだと思うんだよね俺。結構ペットルでは結構硬いと思うのよ言うて。だからウィンダー召喚して自爆特攻あんじゃねえ、2600で上からぶん投げれば、まあオーバーフロー、まあオーバーフロー打たれてもいいよ、オーバーフロー、はい。どういうこと、今だってこれ俺ウィンダーしか破壊できないよ、どういうプリング、ちょっと待って、これレイジウェイアップかな、あの相手の人、レイジウェイアップきた、バトル普通に入っていいのかなこれ、シンプルに、やばい、なんか突破できたんだけど、草生えるんご、わからん、やべえ、なんかもう KC カップはもう沼だ、KC カップで沼が起きてる、はい、なるほどですね。で、サイバーティックフュージョンサポーター打って、これはあれですかね、融合できるんでしょうか、サイバー容器、あ、でもなんかできそうだな、融合、フュージョンゲートとか、まあ、フュージョン、サイバーロードフュージョンとかはあるんだと思うんですよね、多分。これもしかしてさ、テキスト絶対読まないマンかな、相手。テキスト絶対読まないマン、サイバーロードフュージョン OK。サイバーロードフュージョンは全然 OK。これってさ、俺2000ナイフ残る2802回攻撃でも無理だから、これサイバーロードでさ、これだってキミュラテックやばいか、サイバーエンド、なるほど、サイバーエンドはいいや、サイバーエンドは別にいいや、キミュラテックが一番やばかったけど、まあいいや、それは全然4000貫通は全然いいよ、全然いい、2000残ったわ、やばい、テキスト絶対読まないマンやから勝ったわ、テキスト絶対読まんやんこいつ、テキストは読もうなこういうのはすごい多いです。でも KC カップファーストステージ11月20日、マックステレポーターの効果発動、さあこれペッてやって、はい、さあ絶望に沈め、貴様は絶望に沈んでいけ、破壊しちゃったらいいか、でこういって、はい、 D マインドとかいうクソどうでもいいカード捨てて、コーラルドラゴンの効果によってD マインドとかいうクソどうでもいいかと捨てて、はいはい、かわいそうに、でスキルの答え合わせして何の意味もない迷宮を作成してバトルフェーズ GO!GO!OK!、OK、テキストちゃんと読もうぜ、対戦ありがとうございました。